1000cc の脂肪を取ることができました。本日はですね、27歳ですね、身長が 156cm で体重 50kg の方の二の腕と肩と肩甲骨横ですね、とお尻ですね、お尻とふくらはぎですね、と足首の脂肪検を行っていきたいと思います。この方はですね、以前太ももの脂肪検をされたんですけども、太ももの脂肪検の時はお尻をされなかったということで、今回ですね、このお尻のところが、まあ、ズボンとか履く時にとても気になっているということで、今回ですね、このお尻のところをやっていきたいと思います。レーザー波かけ終わりましたので、早速ですね、こちらを使って検診していきたいと思います。まずはじめにお尻の脂肪を吸引しているのですが、今回のお客様は以前太ももの脂肪吸引をした時はお尻の脂肪は吸引しなかったとのことです。こちらの写真を見ていただきたいのですが、この方は太もも、お尻、膝の脂肪吸引をした方ですが、お尻も含めてしっかりと吸引することでバランスよく仕上げることが可能になります。気になっている太ももの張り出しも改善されておりますし、お尻のボリュームが小さくなって全体的にスッキリしているかと思います。お尻を全く吸引しないとなると、経験的にも後からお尻が気になってくる方がとても多いですので、太ももの脂肪吸引を考えている方もお尻も含めてバランスよく仕上げた方が1回の施術でダウンタイムも終わりますし、後から気にすることはなくなるので良いかと思います。ふくらはぎの脂肪吸引に関してもとても人気な部位になってきます。美脚を意識する上ではふくらはぎと足首両方の脂肪吸引することをお勧めいたします。こちらの写真を見ていただきたいのですが、ふくらはぎと足首の脂肪吸引ですが、デザイン性を重視しつつしっかりと吸引することで綺麗な足に仕上げることが可能になります。もちろんふくらはぎのみの脂肪吸引でもいいと思いますが、太ももと一緒に組み合わせて行うことも可能になってきます。ふくらはぎと太ももではなくて、ふくらはぎと二の腕という組み合わせも可能ですので、気になっている部位と一緒にご相談していただければと思います。今回のお客様はウエスト腰の脂肪吸引は行っておりませんが、上半身全体を一度にスッキリさせたいと考える方もたくさんいます。こちらの写真を見ていただきたいのですが、こちらのお客様は二の腕、全周、肩、上背部、ウエスト、腰の脂肪吸引を行っております。同時に整骨することで上半身全体としてボリュームが落ちてスッキリしていると思いますし、何より綺麗なボディラインに仕上がっているかと思います。今特に見ていただくと、まあ、全身ですね、全身の脂肪吸引、二の腕と肩と肩甲骨横とお尻とふくらはぎみたいに、太ももの部分とかこの腰とかウエストとか背中の部分はやりませんので、まあ、全身の脂肪筋じゃなくて、まあ、気になっているところだけをやっていきたいのかなと思います。二の腕からふくらはぎを含めて一度に全身の脂肪吸引することは安全面でもなかなか難しいですが、上半身全体の脂肪吸引をまとめてするだったり、下半身の脂肪吸引をまとめてするだったりと、気になる部分をいくつかまとめて脂肪吸引することも可能ですので、ぜひ参考にしていただければと思います。今回のお客様は身長 156cm、 体重 50kg、 BMI が20と比較的標準的な体型の方でしたので、ある程度広い範囲の脂肪吸引を同時にすることができましたが、身長や体重、ついている脂肪の量など含めて同時に施術をすることができるのかに関してはカウンセリングでお話ししておりますので、よろしくお願いいたします。今ですね、終わったんですけども、この二の腕と肩と肩甲骨横ですね、あとお尻とふくらはぎと足首の脂肪吸引で 1000cc の脂肪を取ることができました。今回ですね、お尻では 250cc ですね、ふくらはぎと足首で 250cc で、二の腕と肩と肩甲骨横ですね、500cc ですね。なので合計 1000cc の脂肪吸引できたんですけども、今回みたいに気になっているところですね、気になっているところだけ脂肪吸引するっていうのもありなのかなと思います。なので以前の他のところで脂肪吸引して他のところが気になってきたとか、そういった方でもご相談していただければ、気になっているところだけ脂肪吸引することも今回みたいに可能ですので、今回の内容ですね、参考にしてみていただければいいのかなと思います。
この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンを押して応援をお願いいたします。そして何か質問ありましたらコメントしていただけるととても嬉しいです。ではまた。